先にマカロニ焼いた状態で最後にカレー入れるんですか。そうです。ああ、なるほど。もうすっごい香りが芳醇というか、うまいですね。マカロニが、なんでですか、弾力がいい感じに残ってますね。あの弾力がいい加減に残ってて、なんかなおかつ空洞に、うん、そのジューシーっぽさのカレーが入って詰まりますよね。で口の中でこう何て言うか混ぜ合うと、なんか結局懐かしさはあるんですよね。懐かしさはあるんですけど、多分食べたことない感じなんですよね。組み合わせとか全てこう一つになった感じが、これはもうなんか完全にもうカレー料理とか麺料理とかじゃなくて、マカロニインディアンっていう料理ですね、これ完全にね。どこにもないですね、この味は。これもちょうどあれですね、洋食が少しだけやんちゃした洋食、あの和食ですよね。そうですね。食べ進めていくと、もっともっと食べたい食べたい。すごいケチャップライスの照りがすごいですね。ツヤというか。普通のこのタイプのオムライスの中でも、中のケチャップライスがサラッとしてて、まず卵自体がものすごく、なんですか、ちゃんと固まっているんですけど、全体的に均一にふんわりしてる。なのでこう食べた時、口の中ですぐチキンライスが混ざって、なんかケチャップライスが混ざって、一気に一口で二口目で一気にオムライスが仕上がる。レストランと名前はついてますけども、私自身としては一膳飯屋的な感覚で、食べに来られる方に楽しんでいただく、親しんでいただく感覚でいます。